ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2実況者のエデボンゲです。スカウト級のね、ところから、始めます。前回は雪山じゃない断崖のねイザナイを開けて、で戻ってきたところですね。なんでまず捕まえたヘルコンドルを今日のシナリオ今日のプログラムを発表します。今日のプログラム、はい、まず話しますね。やりながらプログラムの発表をしていきます。はい、これでバイキルミンをもらえます。続きまして、そのヘルコンドルが持っているスキルを、引き継がして、スライムブレス、お、あ、ちょ、これはちょっとプログラム、今の2回話すっていうコードはプログラムには関係ありませんので、はい、気をつけてください。で、もうスライムブレスはね、捕まえておりますので戻って配合します。そしてスライムタワーを作って店に来ると。よし、で一応ねレベル上げして、スライムタワーちょっとレベル上げしてから、断崖のところのね、途中のイザナイのところから始めようかなって感じですね。なのでまずは配合、この今回の配合は特に性別は気にしません。生まれてくる魔物のイオデイン、あー、レッパ切りか、いいね。でドラゴンスピリッツはね、ゴミスキルなんでね、覚えさすのはやめましょう。はい、コールドスリープとかね、ドラゴンなんとかとかね、名前だけなんで。はい、スライムタワーの女の子で、レベル上げいくんで、まあ正直、はい、連れていく魔物は特にいません。で本当はね、転生の杖手に入れてからカバシラにシップ付き覚えさせてからね、レベル上げメタルチケット、前回拾ったメタルチケット使って、レベル上げしたいんですが、まだね、まだ転生の杖もらってないというか拾ってないんで、まあ今回はしゃーなし普通にねメタルエリアに突っ込んでいこうと思います。だからレベル上げはね、やっぱメタルエリア行くときは疾風月カバシラもしくはねメタルスライムを超える素早さを持っている魔物がいれば、ほんと効率的にねレベル上げできるんで、ほんと逃げられるっていうのはね、ほんとに。はい、見せまーす。でこれの次がねもう受けれるかな。まだ受けれないね。オッケー。とりあえず、スカウト級は、一旦ここまでと。とりあえずストーリーをね、進めろって、わけですね。なんで、一旦、レベル上げするんだけど、ちょっとカバシラの逆属性の獣道持った、魔物を持ってないんですよ、ちなみに今。なんで、先にオスの獣道持ち、獣道持ちの魔物アルミラージなりを捕まえてから、レベル上げに向かおう。スライムタワーのレベル上げにしますか。そうします。はい、なんでちょっとカットしますね。
はい、ね、レベル上げ完了いたしました。なんとあのはぐれメタルがまさか枯れるとは思ってなかったんで、ちょっとテンション上がりましたね。はい、で、とりあえずね、メンバーはこんな感じで、いたずらモグラには、控えに下がってもらって、スカウトの時は出していこうかなって、感じですね。で、スキルなんだけど、一応ね、今日戦うその断崖のボス1がジャミラス、ボス2がゲモンで、ボス1のジャミラスに関しましては、歩きながら説明しようか。ジャミラスに関しましては、休みにね、休みが弱点なんですよ、ジャミラスは。なんで、ハートブレイク、もしくは、不思議な踊り、不思議な踊り、で、止めると。そうすることによってね、完封、簡単に完封できますんで、ジャミラスはもう OK と。で、ゲモンなんだけど、ゲモンは、弱点が一応ね、モンスターの、その、仲間になった時の、ゲモンの弱点っていうのが、一応、麻痺はあるんだけど、麻痺の耐性がそんな高くないっていうのと、でもね、麻痺系の攻撃を持ってるやつ、ちょっといないんで、麻痺はちょっとなし。そうなると、もう力技で、行くしかないんで、スライムタワーの、レッパ切り、あれが一応弱点つけるという感じなので、もらったバイキルミンとかね、ふんだんに使って倒そうかなって感じですね。まずはジャミラス戦で、途中にね、ちょっと取んの忘れちゃったんだけど、実はフバーハボトルがあってね、ゲモンがあのブレスをしてくるかな。そこがね、そこをちょっと取り忘れてしまったなという。それがあればもっと安定するんで、ちょっとそれないもんだから、どうしたもんかなって。一応スクルトかけておきます。で、誘う踊り、不思議な踊りじゃなかった、誘う踊りで誘っていきます。はい、まっ、あーい、よし。で、外してもね、誘う踊り外しても、ブラウニーのね、ハートブレイクあるんで。で、スクルトかかったんで、まあ、いらないんだけど、レッパ切り、からの、誘う踊り。基本的にはもう、シーメイダーにはずっと踊っといてもらえます。ちょっとスライムタワー自由に動かしてみるか。ちょっと AI がどういう行動するか。ホーリーエッジ、あ、こっちの方が強いね。ホーリーエッジってレッパ切りの上位互換だっけ。あ、デインだよね。けどデインのジャミラスはデインの方が効くんか。けどレッパ切り打つ、けどレッパ切り打つ。はい、以上がジャミラスでした。まあこの感じだったらね、ゲモンも正直楽勝だと思います。うわ、セブンスや。ゴリラじゃん、もうマンジゴリラマンジじゃんこいつ。ジャミラスとかね、ジャミラス好きなんだよね、かっこいいよねこいつ。ジャガンだし。ジャガン？え？巻き方を忘れちまったからな、どうなっても知らんぞ。もういらん？もういらんか？すまん、ついついね、ジャガンに反応してしまう。ついついジャガンに反応してしまう自分がいる。
けども今回、その攻略で最終的に、何3匹、もう決まってるんで、今回はジャミラスは作る予定はありません。まあ作るのはそんなかん、難しくなかったはずです。ジャミラスぐらいは悪魔系だよね、ジャミラス確か。あーちょっとシルバーで一応回復ポイントもあるし、でなおかつ転生の杖がねもうじき手に入りますんで、手に入り次第早速カバシラ転生させてね、最強のメタル狩りマシンに仕上げます。でこのあとその他に配合するっていうのはまたスカウト級絡みなんだけど、断崖クリア後の、天候が悪天候の日に、来て一匹スカルゴンを捕らえる、そしてスカルゴンと悪魔系を配合することによって次のスカウト級のねエビルドライブっていうのができて、そいつを、作ります。で悪魔系、そこでね必要になってくる悪魔系なんだけど、まあ何でもいいんだけど、まあ一応ね今メンバーにいるシーメイダが悪魔系で、今後特にね、何か配合で使うとかそういうのシーメイダにはなかったんでちょうどいいと、なので、シーメイダを、相手に配合します。あとでちょっと性別確認しとかなきゃ。でここでね回復して、ちなみにメタルスライムが出てくるエリアが、この先に1箇所あって、そこがちょうど転生の杖が落ちてるところなんだけど、まあ別にもう軽ひちょっとちょっとそれはずるいって、それはずるいで、あの反対側のね向こう側から降ります。ここでね経験値がねまだレベルがちょっと不安なお方はね、あのメタルスライム一匹買ってね調整してください。ほらほらあそこにいるから、ほらあれね、ここで転生の杖をゲット。OK。で、気をつけてほしいのここね、滑り落ちちゃうからね、あの下のエリアに、そこだけ気をつけてください。気をつけてくださいとかさ、メタルスライムあのレベル不安だからって、今 DQMJ2 やってるやつなんてね、日本に5人ぐらいだわ。5人。回復はしたんで OK。 ちょっと道具の確認します。だから1個あるバイキルミンと1個あるこの、フルムート、ここをどう使う、フルムーは別に使う必要ないか、バイキルミンをうまく使ってサクッと攻略しちゃいましょう。いきましょう。まあここでね、もっとギガキラーの魔物がいっぱいいた、一応こいつ2枠という設定なんで、キラー系はね、いたらもっと簡単に倒せる。キラー EL。ちょっと今モンストやってるから、キラーとかにはうるさくなっております。最近ミッキーコラボで、ミッキーと、ドナルドとチップデール、コンプリートしました。はい、まあ一応ハートブレイク打つ、そしてまず初手スクルトで固めて、あとはシメダ、君何する、シメダ作戦変更、命大事に変えておく、これで良いか、良いな、道具を使う、バイキルミン
タワーに打った方が。タワー攻撃力208、222、ブラウニー、いけ。そのブレスがちょっと怖いな。うお、強え強えな、やっぱ。で、状態異常されたとしてもね、光の波動があるんで、攻撃で、ここでもう攻撃に変えて、シーメイダだけちょっと怖いんだよな。防御しといた方がいいと思う。30×390、様子を見ている。ええんか、終わらすぞ。いや、賞味そろそろ終わるで、マジで。あとワンパンぐらいで終わるよ。はい、はい、よし、メダルチケット、ここでね、もう一枚ゲットします。断崖攻略完了。いい感じだね。あれ、ちょっと待って、ゲマンもさ、あのおでこのとこ、あれジャガン、あれジャガンじゃない、あれ。長い、ムービーが長い。初見じゃないからムービーを楽しめない。このレティス、これレティスなんだけど、そのネット対戦でさ、やってた時、当時バトルグランプリ、この身長レティスの方、青い方のこのレティスがいて、もうそいつがもうバチクソ強くて、ヒャドブレイク、吹雪ブレイクみたいな、もう鬼のブレイク持ちで、なおかつ3回行動かな、2から3行動だったかな。でもう、こ、何、輝く息マヒャデドスみたいな、これマヒャデドスあったっけ、この時代。マヒャド、輝く息みたいなね、もうどないせい言うねんっていう感じでしたね。ああ死にましたね。はあ、レディーズの覇気にやられましたね、どうやら。センブス船長、で、まあまあ、とりあえず話で言うと、とりあえずレティスに、頼んでね、空飛んでレティスに飛行船ごとこう運んでもらおうっていう作戦だったんだけど、そのレティスが使える人がおるから、君たちの頼みは聞けないということですね。この島を離れるわけにはいかないと。さあどうしますかっていう話てなわけで、次はね、次の場所が海岸なんだけど、もともとこの船部数がね、放り出されたところが海岸で、そこから泳いできたってわけで、で海岸で海からの脱出に向かおうということで、海岸でね、行きます。今から、はい、
回区切ろうかな、ここで。うん、まあ次海岸で、海岸で捕まえる魔物がちょっとだけいますね。うん、ちょっとだけいます。もう話言ったかな、あのカブト小僧作るんで、ブラウニーの配合要因の、モンスター1匹で、その前にねスカウト級、もう一回、受けに行くんで、先にねスカルゴン捕まえて、シーメイダーと配合してエビルドライブ作ったりとかをしてから海岸に向かおうと思います。はい、では、今回はここで区切ります。ご視聴ありがとうございました。